零一零、法隆寺の精霊院。東大寺再建は、中国風の大仏様でなされたが、一時的かつ東、大寺だけに限られており、奈良の大区は京で、神殿作りを建てていた、木工寮等の大区の影響下にあった。そのため、精霊院には、神殿造りの技法が残り、中世建具の宝庫とも言われ、大田広太郎は、 屋根も瓦をひわだぶきに置き換えて考えれば体のや、そのままの姿という。030、東三条戸の平面図、川本茂雄神殿作りの空間と儀式より作成。現在ではこの川本案が、最も信頼性が高いとされている。神殿塔の母屋の柱間寸法は十尺とされるが、神殿と、東体の南久し、及び、 注文路は張り間十二尺程度である可能性が高い。零四例、藤原より長野宇治小松戸の平面図神殿作りも、確実な資料に基づく復元図では一応では、ないという最初の例である。まず侍郎が繋がっておらず、馬道で切り離される。次に、孫び差しが北ではなく、南に追加されている。なおこの屋敷は、 藤原忠実からより長に譲られたものである。例5例、平の清盛の六原泉戸の平面図一様でない、第二の例。母屋が、並戸で南北に仕切られる。古文書に残る指図は、中宮のの出産の出来指図、つまりその時点では、中宮の御所であるので、天井あるが、通常侍所である建物は馬道を挟んだ、別棟である。 なお柱間寸法十尺と仮定して作図しているが、実際にはそれより、小さく、また建物により、長短がある可能性が高い。060、藤原定家の京極殿、平面図最小の神殿作りとも呼ばれる。ものの建造当初の姿。後に、注文楼台が付加された。神殿作りとは、平安時代から中世にかけての上層住宅の、 建築様式である。かつては東西に立派な大、南に大きな池を持つ左右対称の豪華な屋敷と考えられていたが、それは江戸時代の古実家の想像に過ぎず、その実態は階層により、時代により花だ変化のあるものと見られている。神殿作りは中世に様々な技術の進歩や社会生活の変化の影響を受け、室町時代以末から、 桃山時代に書院作りへと変化し、現在の和風住宅の源流でもある。一昔前まで神殿作りのイメージは、神殿の東西には神殿を縦にしたような大きな体があり、南には船が浮かべられる立派な池がある左右対称な豪華の屋敷というものだった。20世紀半ば過ぎまでは、建築士の専門家もそのように考えていた。しかし、 源氏物語の解説によく現れる、その左右対称のイメージは、江戸時代末の夕食古日化の創造、家屋雑行に引きずられたものであり、戦時中から疑問がひさげされ、現在ではほとんど否定されている。神殿造りとは、建築としては、母屋と日差しという大陸伝来の建築構造に、板床を張って、濡れ縁を巡らせ、内部は柱だけで、壁は、 ほとんどないという建物である。外周を扉や瞳と,といった開放可能な建具で覆い、夜は閉じ、昼間は開放した。板の間に丸柱が並ぶ開放的な内部空間を、ミスや貴重などの布を用いたカーテン状の障子や、屏風やついたてなどのパネル状の障子といった移動可能、取り外し可能な障平具で仕切って、実際の生活空間を作った。そうした。 商品具、障子で室内に生活空間を作ることを室内と呼ぶが、神殿作りとは、建物と室内が一体化したものである。神殿作りでは、室内の利用の仕方によって、多様な商品具が用いられ、広い空間が必要な儀式や、共演の時は、商品具を取り払い、私的な生活の時には、ミスや基調を用いて空間が作られた。 神殿作りが成立するのは10世紀半ばから11世紀とされるが、神殿作りの具体像について説明できるものは主に12世紀のイメージである。そこから1世紀以上遡る、源氏物語の時代には、平面構成、建物の配置の実態をつかめるほどの同時代資料はない。また資料上明らかなのは、ルイジュ雑用書に記録されたような最上級の屋敷が、 中心であり、里代理の候補にならない中小規模の神殿作りの情報は極めて少ない。神殿作りは常に変化し、後に書院作りに近づいていくが、その流れの原動力の一つは、建具の発達である。貴重などのカーテン状の障子による失雷が、パネル状の障子による間仕切りへと変化した。具体的にはやり戸である。やり戸は10世紀末には登場しており、 その後、建物の外周には、前ラどが、室内の間仕切りには、鳥居障子が多用される。平安時代でも、神殿の表にあたる南面は、ミス、貴重、屏風によって失来がなされるが、私的空間である北面では、ヤリド、押し障子、鳥居障子が用いられていた。そして中世に入ると、まず、鎌倉時代に、ヤリド障子による間仕切りが発展して、 北,美北日差しと北また日差しが日常生活の場、南の母屋、日差しが公式行事の場とより明確に2分された。主人夫妻の親女も母屋から北日差しに移り、場合によっては母屋自体も南北に分けられた。その北側で発展した細かい間仕切りが徐々に晴れ側まで浸透した。平安から中世の神殿作りの変容の過程には、 様々な建築技術の進歩や工具の発達、畳の多様化、神獣の儀式の変化や接客、対面の変化があり、最終的に書院作りに結実した。平安時代の貴族らは、屋敷の中心となる建物を神殿と呼んではいたが、当時は神殿作りという呼び方はなかった。神殿作りという名称は、江戸時代末期、天保十三年に、藍津藩市で、 国学者、儒学者であった、沢田辺りの家屋雑行で、書院作りと共に用いられた。根、ね、という漢字は、深夜間の時代の天と同じような意味で用いられている。当の時代にも、精神、中根、道根などはあるが、神殿とは書かれない。前田松院は、神殿という呼び名は、我国貴族の邸宅に用いられたる神語のようであると、する。 そして、神殿作りの高級一章の最後神殿及び神殿作りの名称のもとにこらより、称せられしものは、その形は、諸種花々ははだ変化あるものであると結んでいる。一般には、官票六年を最後に、剣闘士による、大陸文化の輸入が途絶え、いわゆる国風化。 国風文化の発展、東風様式からの脱却という流れの中で、神殿作りを考えることが多い。大田清六や福山敏夫は、神殿作りは中国から導入された、宮殿建築を基礎としながらも、これを国風化して、日本国独特の邸宅建築として体制したとする。大田清六は、中国の宮殿建築と神殿作りの違いとして、以下の発展を挙げている。 戸間式ではなく、床が高く張られたこと、屋根が瓦吹きから和風の日和だ吹きとなったこと、柱や曲をはじめとするすべての木部を、に土塗りなどにすることなく白木造にしたこと、屋内へ入るのに履物を脱いで登る和風が取り入れられたこと、神女が中国式の寝台ではなく畳状に直接寝る。 本来の和風を続けたこと、以上と関連して、日常生活には座敷を守り、東風の椅子式によらなかったこと。家屋全体が、中国式の密閉式から我が国特有の全面開放式によったこと、中国や欧米で見られる、閉鎖主義の個室本位から、これも我が国特有の融通自在で開放的な、欧米屋式によったこと、このうちからはの日和だぶきを除いて、現在でも、 和風住宅の特徴である。それに対して、大陸式は、奈良時代の寺院や禅宗寺院の仏殿を見ても、明らかなように内部は床を張らない土間である。大田正六の挙げた八項目は、大陸の宮殿建築、上層住宅との違いであるが、例えば四世紀頃の家屋文教や家型埴輪の時代から、日本の支配社階級は、床の家である。 からも、寺院や神河はともかく、住宅においては、大陸風に染まった形跡はない。問題は7点目と8点目となる。寺院建築と違って、奈良時代の貴族の住宅は現存しない。しかし2つの建物の復元図がある。一つは、 聖武天皇の夫人の一人立花の小中里氏邸の一棟を移築したと伝える画像812の放流辞伝報道である。その解体修理時の調査から浅野清が移築前の姿を画像813のように復元した。建物は図の右から屋根のないテラス、屋根付テラス、そして壁と扉に覆われた閉じた室でその内部に間仕切りがなかった。 現在は河原吹きだが、当初は、ひ和田吹きだったとされる。もう一つは、東大寺の資材町から関のカが復元した画像814の藤原豊成の家である。建物の中は一つの大きな空間であり、それを濡れ縁が囲み、前後に大きな、屋根付き吹き抜けの日差しがつく、板葺きの建物である。連合窓が二つあるものの基本屋内は壁に覆われ、開口部は、 両開きの扉で、それを開かない限りほとんど光は入らない。そしてこちらも内部に、間仕切りがなかった。両例とも発展目の中国や欧米で見られる、閉鎖主義の個室本位ではなく、融通時代で開放的な欧米屋敷であることは、神殿作りと共通する。しかしこれら奈良時代の貴族住宅には、神殿作りとは全く異なる要素が一つだけある。 7点目の密閉式である。中国や朝鮮など大陸の貴族住宅とも奈良時代の貴族住宅とも違う神殿造りの特徴とは建物の外壁があまりなく開放的なことである。川本茂雄は降格。開放的空間で構成された神殿造りは奈良時代までの閉鎖的な住まいとは大きく異なるものであり、 神殿作りの一番の特徴はまさにこの点にあるので、ある。日本の住まいは、開放的だと言われるが、開放的な住まいは、この神殿作りから始まる。832章、節の家。大田博太郎、日本住宅史を参考に作成。奈良時代の上層住宅と神殿作りの一番、はっきりした違いは、前者が、壁と両開きのつまどによる。 閉鎖的な屋内であるに対し、神殿造りは壁の代わりにしとみで多い。夜は閉ざすが、昼間はそれを開けて開放的な屋内空間を作ることである。これは大陸の住宅にはない。国内でも奈良時代にはなかった。そして神殿造りの時代においても仮想の住宅にはなかった。庶民の住宅は江戸時代初期まで閉鎖的な造りである。 ここでのポイントは、見である。見あるいは、孔子の記録上の書室は、上和10年に建てられた、当時の環状院、雷道の図である。見が、住宅に用いられて開放的な室内を、実現している、最初の記録は、人数2年の、二章、摂氏入場である。二章摂が、宇治花げ人に奉納した、五軒、ひわぶきいたじきは、南、東。 北の三方にひさしがあったが、それらのひさしの柱間にはすべて、いたじとみがかけられていた。大田広太郎はこれを、画像830のような図で説明し、神殿作りの神殿や東西帯の平面は、このようにして出来上がったと書く。ただし、しとみによる、開放的な上層住宅だけが、神殿作りの必要を十分条件ではない。神殿作りの成立は、 都市の成熟、貴族社会の変化、12世紀の神殿作りでは、普通であった神殿から左右に伸びる廊、さらにその板どこかとか、注文牢、侍郎などが、どの現れる時期など、総合的に考えて10世紀中頃から11世紀初頭と、する見方が、一般的である。神殿づりは、邸宅の中心となる建物が、母屋と日差しの構造を持ち、その他は袋。 炭楼で構成された時代の建築群の建築様式である。冒頭の画像030から画像060までの平面図において、母屋と、差し、袋と炭楼を色分けで示した。建物の外周には、壁は少なく、出入り口には、両開きのどその他の柱の間にはしとみを用い、日中は開け放す、開放的な建物である。 主要な建物は板どこでありどまはなく、周囲には、その公園が回る。ただしこれらは、一般的なケースであり、例外も、時代による変化もある。以下は、神殿作りの中でも、上層の一般的なケースについて説明する。百0母屋、日差しの摩面気泡神殿作りの中心となる神殿の、平面は、母屋と日差しからなる。 画像110のオレンジの部分が主や、それを囲む黄色が日差しである。柱の太さは、現在の住宅の数倍。丸柱を基本としその径は、約一尺はある。建物の大きさはその柱間の数で表す。例えば平面図で、長い辺を桁行きというが、画像110の例だと建物の桁行きは七間である。柱の間隔を、 柱マスンポーと呼ぶが、神で一条を標準とし、それより狭い場合もある。神殿作りの平面図では柱を単位とするグリッドの、マス目一つの広さは四畳半から八畳ぐらいである。おもやおもやは、建物の角となる部分で、三者とも角。住宅建築は、基本長方形だが、おもやの桁行きは柱四本の三軒が小さい方。画像を百十のような五軒は、 比較的、大きい方。さらに七間は、かなり立派な神殿ということになる。しかし、桁行きが三軒だろうが七間だろうが、母屋の短い辺、張りあるいは両行は柱三本の二軒と決まっている。その母屋は周囲に柱があるだけで、内側には、柱はない。ひさし、まごびさし、広しひさし120、まごびさし、広しひさしひさしは、 神殿作りでは、母屋の外側のスペースを指す。母屋の桁行きを伸ばすことは、技術的にも簡単だが、母屋の張り間を広げることは、当時の広報では困難である。最も簡単な方法は、母屋の霧妻屋根の下にひさし屋根をつけ、その下を屋内スペースとすることである。その母屋の周りに拡張されたスペースを、ひさしという。 字は、ひさしの方が正確だが以下、ひさしとする。大田博太郎は、母屋とひさしの構造、それは、日本建築の文法であったとまで言う。画像120は、全図に、孫日びさし、広しびさしを加えたものである。ひさしの先にさらにひさしを追加して、スペースを拡張したものを孫日びさし。あるいはまたひさしと呼ぶ。広びさしというものも孫びさしの一種であるが、 それを分けるときには、室内の拡張を孫ゴ差しと言い、屋根付きテラスの拡張を広び差しという。孫ゴ差しと広び差しの違いは夜には閉じるつまどや、瞳が外側につくか、内側にあるかである。東三条殿では、神殿北側、及び、東帯の東側に日差しが二重になっており、その外側が孫ゴ差しである。また神殿西側、及び、 東体の南側も日差しが二重になっているが、そこは、法流寺勢霊院の南面のように吹き抜けになっている。それが、広日差しである。真面気泡130、真面気泡の例そのもやと日差しによる、建物の大きさを表すのに用いられた方法を、真面気泡という。平安時代以降では、もやの張り間は二軒と決まっているので、桁雪のまかずと、 そのおもやに日差しが何面つくのかで、建物の大きさをおおよそ表せる。例えば5件紙面とあれば、画像110のようにおもやが張り間2件に、桁行き5件、その紙面が日差しで拡張された建物という意味である。日差しは常に4面にあるとは限らない。画像130は、よく真面記法の説明に使われる例である。 この図の三間紙面はまだ日差し同士がつながっていない初期の状態だが代理の死神殿がちょうどこの形であるそれが後に日差し同士がつながり画像110のようになるこの関面記法、母や日差しの構造が崩れ出すのは鎌倉時代で室町時代にはほとんど使われないそれは同時に神殿作りから書院作りへの変質過程ともリンクする140 宝隆寺祭インガランの炭楼炭楼は画像140のように張り間一軒で、その構造は最も単純に張りの両脇を柱で支えているだけで、ある。桁行きはどれだけ長くても屋根を支える構造は変わらない。画像030の東三条殿だと、東北中門楼東月渡殿など水色の部分が炭楼である。 ただし神殿作りでの炭廊は半分以上が床を持つ。150、薬師寺の袋袋はその炭廊を二つ横に繋げたようなものである。張り間は二件で、柱は三本となる。楼とか、綿殿とか呼ばれるが、奈良時代の袋を再現した画像150とは異なり、神殿作りでは床が張られ、通路としてより居住スペース。 あるいは主人に使えるものの控え室、事務所、宿直室として利用される。通路となるのは、外側の巣の公園である。平安時代末期から、鎌倉時代にかけて二刀牢とか二刀御所という用語が、品質するが、二刀牢の天井を、下から見上げると、画像150のように単廊を二つ横につなげたように、胸が二つあるように見える。実際には、両端のたるきは、 真ん中の柱の真上まで伸びていて外から見ると一つの胸になっている。神殿造りとは以上の母屋と日差しからなる建物、丹楼袋の3種類の建物で構成される。160、春日大社着東殿の屋根神殿の屋根は基本的には入りもや造りである。ただし比較的階の神殿造りには、 霧妻屋根の霧妻にひさしを追加したような形もよく描かれている。神殿作りの最上級の屋根は画像160のような日和田吹き、角が下がれば板吹きであった。絵巻には地方の神殿作り系邸宅がかや吹きに描かれることもある。なお、現在の京の大理士神殿などは屋根が高く傾斜が急である。古い原尊寺院などもそうだが、 そうなったのは、江戸時代の修理からで、神殿作りの時代も含めて、奈良時代から、室町時代までの和洋の屋根の傾斜は、画像160ぐらいである。神殿作りで一番記録が残るのは東三条殿で、あるがそれは、最上級のクラスであって、神殿作りの最小単位などとも言われる、藤原定家の一条峡国邸の神殿は三軒、四面で、おまけに南美佐市は、 広びさし。他には侍所に台所を兼ねているのだろう北屋に車宿、そして自物堂だけで最初は注文路すらなかった。過ろ二年だから定価はすでに苦行である。神殿作りには蒸気のような小規模のものまで含む。したがって神殿作りは中期に。 九段五所女宝一丁の家なりと称賛された邸宅のレベルを大規模神殿造りとすれば、その場合の敷地を持つ東三条殿などの超大規模神殿造り、それより下には二刀牢に、注文牢は持つが体を持たず、敷地も場合によっては一、四丁程度という中規模神殿造り、藤原邸家の一条峡国邸などのように二刀牢も持たない。 小規模神殿造りと規模とランクに幅を持つ建築様式である。213平面図。川柱といる川柱神殿はおもやと久しからなるが、その構造は奈良時代の東商大寺行動や平安時代の法隆寺大行動と変わらない。川柱といる川柱により大きな屋根を支える。川柱は建物の外側の柱でその内側はひし。 その日差しの内側がいる側柱で、その内側がおも屋になる。神殿作りに限らないが、建物の構造は、軸組と小屋組に分かれる。軸組とは、まず地面から垂直に立てた柱、つまり側柱といる側柱。そしてその柱の上に乗る針と桁。た。柱の中間に取り付けて、建物の横揺れを防ぐ投げし、鎌倉時代以降には、抜きなどである。 内包投げし221。内包投げし投げしとは横材を、釘一本で柱に打ち付けたものだが、それで柱の横揺れを抑えられるのは投げしに丸柱に合わせた削りが施されているからである。なお当時の釘は今日想像するものとは違って太くかつ、長い。柱をそれらの投げしで直立させ、横揺れを防ぎ、その上に針と桁を乗せる。この軸組みは、 神殿造りに限らず、ジーニア、カンガも含めて、アスカ、奈良時代から、平安時代に至るまでの上級建築に共通する、技法である。内包投げ師は、現代の標準的な住宅なら、おおよそ天井の高さ、屋内から見ると、柱の途中の、人の身長よりもずっと上に取り付けられる。その上は塗り壁。その下には、それが、 建物の外周の側柱の列であれば、み戸や綱戸があり、その内側に、ミスが下がる。下投げし下投げしは、床の高さに取り付ける投げしである。血投げしとも言う。法隆寺精霊院に見られるように空間の角によって、床が投げし一段分ずつ下がる。精霊院の画像で言えば、みやミスの内側がひさし、外が広びさしで、投げし一段下がり、 さらに右側の円でまた投げし一段下がる。この投げし一段分の床の高さは、神殿づくりの時代の身分秩序に大きな関わりを持つ。記録に残るものはすべて平安時代末期から、鎌倉時代にかけてのものである。大田清六は五軒四面の神殿なら、母屋の柱間寸法は十三から十五尺ぐらいと、たが、その後の溝口正都や 川本茂雄により訂正されている。一般に、奈良時代から平安時代初期にかけての大寺院の主要建造物は、太い柱や梁を用い柱間寸法も大きい。しかし同じ時代でも発掘調査で判明した、上層住宅では値は小さく、平均は主要電車が配置される、公的領域の領業柱間寸法は7.6尺から9.1尺で、ある。 桁行きはそれより若干大きく十尺のものもある。神殿作りの柱間寸法は約一条と説明したが、それは東三条殿のような最上級の例であり、桁行きと両行で柱間寸法が異なることもある。推定平面図は通常桁行きも両行も柱間寸法は同じとみなして同寸のマス目状に描くが判明しているのは 以下のような傾向である。三百十法隆寺三教院の西面つまどつまどは、両開きの板戸である。神殿作りでは、神殿の妻、妻つまり、平面図で言うと長方形の短い辺の両脇につくのが、一般的であることから、この両開きの塔をつまどという。同様なつまどは西明寺にもあり、そちらは、日本建築地図集に図面がある。そこでは、 柱の芯で9.4尺、内方投げしと下投げしの間は8.1尺。建物によって若干変わりはするが、神殿作りでも平均的なサイズである。平軸や方立てなど、扉の額縁のような枠があるので扉自体は高さ2.16メートル、幅は2枚で約2メートル、1枚1メートルぐらいである。321。 法隆寺聖霊院の瞳日本で最も古い百科辞書和名類受賞には瞳の甲があり、普段触り甲車なりつまり、日光を遮り寒さや風を防ぐものとある。瞳は格子状とは限らないが、通常、神殿作りで瞳と,というと、画像322のように3を格子状に組み、板を張ったものである。代理では、伝統的にそれを格子、または、 各紙と呼んでいる。資料上の書室は戦術の通り、上は10年に建てられた、当時の環状院である。西宮城書院の、倉人式によると、任和年間にはすでに平安代理の死神殿で、使用されていた。伊香公市場のものも含めて、しとと呼ぶ。その公園は、冒頭の法竜寺の精霊院にあるような建物の、外周の濡れ園で、 神殿作りの重要な要素である。同じ時代でも、庶民の住居には、縁が回るということはない。なお、大教などが行われる大臣クラスの神殿では、スノコ園に欄干がつき、欄干のない神殿は、格の低い屋敷とみなされる。そこは通路であると同時に、宴会の座を設ける場所としても利用される。341 マイラドジトミと同じように建物の周囲を覆うものに、ヤリドがある。ヤリドとは、引き違いのとのことをという、現在の襖や障子がそうである。ヤリドは10世紀末頃には登場していたが、上級の神殿では、晴れ川の南面に用いることは少なく、平野清盛の六原泉殿のように主に裏の、北面などに用いられる。神殿作りの時代には、 建物の周囲を覆う、槍戸はマイラドが多かった。画像341は、横に3を渡しているが、この3を、マイリ良コといい、こういう形状の塔をマイラドと呼んでいる。室町時代の工具の発達により、建具は、現在のものに近づくが、神殿作り当時の建具は、相当に武骨である。かつ滑りも悪い。建物の内部に、壁や間仕切りは少ない。 初期には空間を区切るのに、とばり類、つまりカーテンや、ミスと呼ばれるすだれを用いた。その後の建具の発達により、次第に、現在の襖や障子で細かく仕切られるようになる。420、類寿雑用書マキニにある神殿の指図。画像420は12世紀前半の、類寿雑用マキ第2にある神殿の母屋と南美差しにかけての、 失来の指図、今風に言えば、内装図面である。図の上に、山ほどが、母屋、下地山ほどが、南美指である。塗り米めを除く母屋島とその南美指が、主人のスペースとして一体化して使われている。指図の範囲は100平方メートル強の広さである。母屋の間仕切りについては、北面は、おし障子と鳥居障子がほぼ交互に使われている。 代理の死神殿なら、健常障子がはめられているところである。はめ殺しの健常障子にも数箇所個がついていたが、ここでは鳥居障子がその役目を果たしている。母屋の西面ははめ殺しの押し障子で、通り抜けはできない。代理の死神殿では、この位置には、漆喰の白壁がある。母屋の東表、帳の右に、胸文途と書かれているのが、塗り米の妻戸で、 それが閉じられて、ミスがかけられ、前に屏風が置かれる。南美佐市は両側を鳥居障子で仕切っている。平面図にすると、塗り米め以外には壁がないと言われる神殿も、決してただのオープンスペースではなく、実際には、こうした取り外し可能、移動可能な建具で仕切られている。411、精霊院のミス画像411は、法隆寺精霊院のミスである。 すだれの継承で特に上等のものを刺す。夜は瞳を閉じているが、日中は、瞳の上部は通常外側に開くので水はその内側の内ポー投げしにかける。さらに内側に四尺基調を置く。母屋と日差しの間にも水をかける。暗い中からは明るい外が見えるが外から中は見えない。中世には日常は名称時に置き換えられるが、 仏事や儀式など正式な出来には、ミスがかけられた。421、東京国立博物館像、類寿雑用書を差し詰まきより、貴重。貴重と、壁白は、布のカーテンである。帳を何枚か、横に縫い合わせる。画像421が、貴重で、持ち運び可能な大月の低いカーテンである。ミスの内側に立てるのは四尺貴重で、 三尺基調は、主人の餃子の傍らなどに用いる。松崎天神演技の裕福な受領、針馬守る幽中の屋敷の今のシーンの右上で、奥方が寝そべって、和歌を描いているが、その手前にあるのが三尺基調である。壁白は、基調から台と柱を取って、内包投げしに取り付けたようなカーテンである。夏場は、ミスの内側は四尺基調だが、 冬場は寒気を避けるために、水の内側に壁白をかけ、その内側に、また基調を立てた。現在、障子というと山に和紙が貼られ、緩やかな光の差し込むものを言う。しかし神殿作りの時代の初期においては、障子とは、遮るもの、塞ぐものの意味で、壁以外の仕切り、縦具一般稼働パーティションのすべてを障子と呼んだ。しかし屏風は、 病風と呼ばれ、基調も、基調と呼ばれて、障子と呼ばれることは少ない。障子の発達はそのまま神殿作りの発達でもあり、また書院作りへの道でもある。障子には、たくさんの種類があるが、ここでは、先の指し図に出てきたものだけに限る。おし障子代理の死神殿で母屋と北日差しを仕切る、健常障子が、最も有名であり、柱間にはめて、間仕切りにする。 取り外し可能なパネルであり、現に四神殿では、儀式のある時だけはめている。鳥居障子四450、枕の子絵言葉より、鳥居障子槍戸障子は、現在の襖の原型であり、国産で大陸にはない。記録上は10世紀末頃を初見とする。鳥居障子は、槍戸障子であるが、槍戸障子のすべてが、鳥居障子であったとは限らない。 画像450の襖状のものが、カモイの上まで含めて、鳥居障子である。神殿作りは、今の襖や障子を前提とした、建築物ではないので、内包投げしの位置が高い。そして当時は、大工道具も、未発達。ひらがんなもない時代なので、障子は今と同じ大きさで、比べても、非常に重い。その重い障子のかもが内包投げ師の位置で、そこまでが、 障子の高さだったとしたら、ただでさえ重い障子が、さらに重く使いにくくなる。鳥居障子はそれを改善するための工夫である。現在では襖や障子は、建具でも、かもいや敷居は、建物の一部である。しかし、神殿作りの時代には、敷居やかもも、その上の今なら、塗り壁やランマの部分も障子であり、取り外し可能な建具の一部である。実際に、 儀式の時などはそれを丸ごと外している。455、類従雑用章巻き、第一にある東三条殿、神殿で行われた、正月大表の、佐志図平安時代には、現在の和室のように畳が敷き詰められるということは、ない。単体で敷かれるか二行滞座である。二行滞座とは中間にスペースを取り、畳を二列に敷いて向き合う形である。 画像455は、ルイジュ雑用書を巻き、第一にある東三条殿、神殿で行われた、正月大表の指図である。右の尊者は、苦行座を向いているが、その苦行座が二行大座である。畳はむしろを重ねて閉じたものであり、現在のもののように固くしまったものではなく、柔らかく弾力があった。大きさは、ルイジュ雑用書には、 長七尺五寸広し三尺五寸とある。畳の種類は、最上級が雲元園だが、普通は、高麗園と紫園で、高麗園には、大門高麗と古門高麗があり、室町時代の、解人も悪たには、大門高麗は、新能、石関大臣。古門高麗は大臣でない苦行。苦行より、会の天上人は、紫園とある。この園の種類で、 そこに座る者の,の位が表せた。また、貝の者には、畳は敷かれず、円座のみの場合もある。塗り米め画像471は、家屋文教の画像811だと、真下になってしまうテラス付きの家である。壁で囲われた建物が、王の夜の居所で、昼間の居所であるテラスと合わせて、王のスペース。そして進化は、地面と推定される。 その形は、演技式に定められた、大城祭の大上宮にも見られる。代理で言うなら、夜御殿と、昼御座である。その、夜御殿と、昼御座を、霧妻屋根で覆ったのが母屋で、それを日差しで囲んだものが、初期の神殿である。その壁で囲われた、神殿作りの中では唯一部屋らしい部屋が、塗り込めと呼ばれ、防犯上も最も安全な場である。ただし、 平面図が判明している東三条殿などでは、塗り込めとは言っても、壁は、ごく一部で、基本見方はつ戸であった。代理の清涼殿では四方に扉である。清涼殿で、天皇は、夜の五殿つまり塗り込めに寝ていたが、長周期によるとそれは、堀川天皇までで、鳥羽天皇と須徳天皇は塗り込めに寝なかったとある。この塗り込め、あるいは、真女の変化が、 神殿作りの変化を最も端的に表しており、初期書院作りにもその異性が見られる。長ょ先に挙げた12世紀の画像420の段階ではもう神女は塗り米めの外であった。画像472は、永久3年7月21日に当時、左大臣だった藤原忠実が東三条殿を相続し、そこに移った時の神殿の指図である。 この指図でも、本来寝室であるはずの塗り込めには、何の出来もなく、長台は、おもや中央に設置され、その脇と前に、昼の魚座が出来られている。画像473が長台である。正治町440、松崎天神演技の針間守る幽中の今と、正治町画像474はそれから、半世紀後の王法元年。 山縁樹にある二条天皇の中宮の藤原育子時代の時の秘境者の失来である。母屋島に頂戴その脇と南美佐市に昼餃座を設置してはいるが、それは中宮のとしての格式を示す形式的なもので、実際の生活の場、常御所は母屋生誕の二軒である。そしてその常御所と書かれたものが正直町で、南側入り口に、 脇障子がしつらえられている。画像440は、松崎天神演技の針馬守優中の居間で、針馬守の妻が畳の上で横になっているが、その部分が寝室ではない。これは寝ているのではなく、寝室の外の居間で夫婦がくつろいでいる図である。妻は寝そべって、歌を書いている。寝室は、背後の障子帳のとばりの中である。室内に、 単独で建てられたものではなくすでに建物に組み込まれている。黒い柱2本は漆塗りである。その2本の黒い柱の間に、帳が降りる。2本の黒い柱の外側に細長い、脇障子がはめてある。このように絵巻などに出てくる、寝床の図に出てくる狭い小壁、脇障子は、そこが建物にビルドインされた、障子帳であることを示す。 この状態を単体で独立して建てられる、障子帳と区別して、障子帳構えと呼ぶこともある。それを装飾化したものが、初期書院作りの、町代構えである。その後の塗り米と南度蕎麦天皇の頃から、町代は、塗り米の外に建てられたが、しかし、塗り米が寝室ではなくなったわけではない。画像481は、南北朝の頃、官能2年の、 ボキエ言葉であるが、その左下に描かれているのが塗り込めである。東三条殿の塗り込めのように大きくはなく立派な、つまどもない。しかし毛破れば、すぐに侵入できる襖などではなく、塗り壁や板壁に囲まれ、出入り口の小さなやりには、中からカンカンがかかるようになっている。中の広さは四畳ぐらいで畳が敷き詰められ、塗り壁の下には副章子が貼られ、 守り刀と枕が描かれている。同じ、墓木絵言葉の画像482は、金庫室としての塗り込めである。中には、蔵などが置かれている。塗り込めは最も閉ざされたスペースで、もともと金庫室と寝室を兼ねていた。塗り込めから出て、母屋に設置した頂台に寝るようになっても、その帳が、徐々に変化して、障子に囲まれた、障子帳となり、 神殿等の建具による間仕切りが進むにつれ、その障子町も間仕切りの一つとして建物に作り付けになっていく。一方で、金庫室としての塗り米も完全に消えるわけではない。画像483は、家庭3年正月時点のこの江戸の小型の神殿である。母屋を胸分とで南北に仕切っているが、東側に五丁と塗り米が南北に並んでいる。 五丁とあるのが作り付けになった、正子帳である。画像484は、国立国会図書館像、室町殿の御輪大凶指図や、満載受合日記から川上三次が復元したものを、元に作成した、足利義則の神殿復元図である。そこにも金庫室としての塗り込めが、おこそで館として出てくる。 ただしこの段階では塗り込め、おこそでんは、母屋の東西どちらかではなく、母屋の北側、胸分との北に位置している。上級の神殿作りでは、兵と門が二重になっている。さらに言うならその二重の内側で南庭を、この地形に、建物が囲む。これが、神殿作りの建物の配置を特徴づける、最も大きな要素である。例えば東三条殿だと、 西側は少しわかりづらいが、神殿から東側は典型的な例である。その注文の内側のエリアをここでは内閣、注文の外側のエリアと外閣と呼ぶことにする。いかに12世紀前半の上級の神殿作りの内閣を神殿に近い方から順に説明する。12世紀前半から1世紀も遡ると、角度の高い配置図が描けるほどの情報はなく、 また、里代理にならない中小規模の神殿づくりの情報は、極めて少ない。30.1、東三条殿の神殿と、渡殿渡殿とは、神殿から東西に伸びる牢で、丹牢と袋がある。画像30.1は東三条殿の神殿の、両脇だが、東北渡殿とあるのが袋、その南の、東隙渡殿は丹牢である。 わ殿という呼び名が出てくるのは10世紀からで、すき殿は11世紀末から12世紀初め頃で、ある。二頭楼は袋である。薬師寺の二頭回廊でわかるように単牢を二つ、並べたような構造で、外から見ると、胸は人だが、下から見上げたら、胸が二つあるように見える。建築用語としては、三胸作りと言われるものである。 ただし、フクロウのすべてが二刀牢の構造とは限らず、張り間十二尺の単牢の片側に八尺の日差しを追加して、フクロウとした復元案もある。東三条殿で、東二刀牢と呼ばれているのは外角にある、フクロウだが、通常は、藤原より長の宇治小松殿のように神殿の北側から東西に突き出す。フクロウ、東三条殿だと、東北渡殿あるいは、 西北渡戸のとある位置が二灯籠と呼ばれる。二灯籠という呼び名が出てくるのは12世紀からである。二灯籠は屋敷により、時代により、様々な使われ方をする。主人の近親者の住まいだったり、あるいは主人の居間だったりもする。その場合には、デイと呼ばれ、そこが応接室になることもある。二灯籠が主人。 または主人に準じるものの場として定着してくると、目の前の隙綿殿が消える。庭からの拝礼を受けるのに邪魔だからである。時代が下り、応接室として固定化される場合には、大臣会場では、九行座とも呼ばれるようになる。さらに時代が、下り書院作りの時代に近づくと、この九行座は、牢といった一つの建物ではなくなり、主殿の一部に組み込まれる。 しかし、鎌倉時代初期から小規模な神殿作り。例えば、藤原定家の京極殿などはすでにそうであった。タイの雰囲気をよく伝えている。元孫以降は冒頭にも挙げた、法隆寺の精霊院である。大田博太郎は、屋根も瓦をひわだぶきに置き換えて考えればタイのやそのままの姿という。タイに見る神殿作りの変遷511、法十字な殿。 大大体も、家屋雑行の影響と、東三条殿の復元図から、広さも構造も、神殿と、ほとんど同じで、それを90度傾けたようなものというイメージが強いが、そうとも限らない。体の他に、体大、体大牢という言葉も出てくる。画像511は、後白川の戦闘御所、宝獣寺那伝で、年中行事絵巻には、 西大と書かれる両行島の立派なものである。しかし、中敵には西大大と書かれる。この絵をよく見ると、張間は島だが、東は投げし一段、低い広びさしになっている。かつては神殿を90度傾けたような大が本来の姿で、神殿作りの変質、衰退とともに、それがだんだんと簡略化されていったのが大大や、 太大大牢と思われていた。特に、大田清六は、大大、太大大牢という言葉が出てくる以前が、正規神殿作りで、出てきた頃から神殿作りの変質が始まり、その後の平家時代に、さらに神殿作りの小型化、衰退が進み、鎌倉時代になると、大大、太大大牢まで失われて、その後、書院作りへと推移していくとした。体と、体大の違い510。 堀川殿、タイとタイ大郎。大田勢六の衰退論に対して、川本茂雄は、タイとは、もともとは、大きさと無関係な、神殿に対する脇伝のことであったろうとする。なので、タイや、タイ大と区別する必要はなかった。そこに、もはや、脇伝とは言えないような大型のタイが登場する。大鏡には、藤原金家が、 大理の清涼殿を真似て、西大を作り品宿を買ったとある。清涼殿は東に広美差しを持つ張間孫県である。それ以前には、孫美差しまである対、脇伝は、大理以外にはなかったことになる。しかしその子の藤原の道長の頃にはすでに普通になっている。さらに、十二世紀の初めの藤原忠実の五段をまとめた、深五段には、行運。 大大と運波無片びさしたを、運なりと、片びさしつまり、孫びさしのない大を、大大というと記している。以上のことから河本茂雄は次のようにまとめる。例えば画像510の堀川殿の、西大は、母屋の張間が2県で南と西に孫びさしを持つ、正規の大であるに対し、東大大老は、南広びさしを持ち、母屋、久しの構造ではあるものの、 そのおも屋の張り間は一軒である。ただしこれは、かなり立派な大大楼で、全体の両業が二軒というケースが多い。現に、大田正六の堀川戸の復元図も、その想定である。なお、大大の文献上の書室は、元ン長方5年2月20日上の美和伝の大大。大大楼は、柳原家記録漢字5年正月1日上の、 堀川殿東大大老が書室である。大という呼び方と、大の屋という呼び方があるが、大は、大の屋の省略ではない。藤田勝也によると、大という呼び方が古く、大の屋という呼び方は、平安時代には、ごくわずかで、鎌倉時代以降に主流になるという。百二十年中行事へ巻き、統計に描かれる注文と、注文百二十一。 カスガゴンゲンゲに描かれた、注文廊注文廊は、神殿作りの外閣と内閣を区切る丹廊である。少なくとも、平安時代後期以降、中規模以上の神殿では必ず備え、時代の進展に伴い神殿作りが変化していっても、最後まで残った重要な要素である。注文廊を含む内閣が、主人の世界であり、その床に上がれるものは限られていた。 中門楼の位置と、中門中門楼の位置は、例えば平安時代の東三条殿のように、大規模で、東体がある場合には、東体の東端から南に伸びる。鎌倉時代のこの江殿のように体も帯大大楼もない、場合には、二頭楼の端から南に伸びる。ただし、ここでは、平安時代後期の上級の神殿作りで説明する。注文牢の中間に注文があり、 通常はその正面が正門になる。注門の北側、タイや二等牢の側は板床が張られるが、南側は土間が一般的である。注門楼の外側は塗り壁であり、外に向かってつまどが開く。画像520や画像521では、注門は左右の注門楼よりも屋根が高くなっている。これを上注門という。上中門は、 苦行以上にしか許されていない。玄関としての注文楼平井清は、注文をくぐり、神殿南面の中央階より登るのが、主人の経路であり、普段訪れた人は、注文楼の中門付近から登ったとした。神殿正面中央の木澤橋は、神殿作りでは最も格の高い出入り口である。しかし、羽淵光一は事例を細かく分析し、 神殿作りにおける主人の出口において、主人とて、神殿南面の中央階より登るのは、儀式の時だけとしている。屋敷の主人の通常の出入り口は、注文の脇の外側に開く戸で、画像520や画像521ではその戸が開いた状態が描かれている。車寄せ戸といい後の玄関に相当する。しかし、そこを使えるものも多くはなく、 屋敷の主人及び来訪者の内くらいの高いもの、例えば大臣かなら苦行などの出入り口である。初代部は、侍郎に回る。その注文楼の壁の外側には濡れ縁があるが、さらに身分の低いものは、主人の側近、ケシを呼んでもらい、ケシがこの縁で、身分の低い来訪者に面会している図が、画像521の、一の春日ン元ンゲなどにある。 注文の北側には、横連合窓があるが、この横連合窓と車寄せ戸は、注文楼の重要な構成要素である。およそ、鎌倉時代頃から、中小の神殿作りでは、門としての注文が省略され、注文楼が、注文と呼ばれることが多くなるが、それでも、注文楼と車寄せ戸に、横連合窓だけは残り、初期の書院作りにまで引き継がれている。 宴会場にもなる、注文楼910、東三条伝注文楼学生さんが指図、官学院学生さんが注文楼は、宴会場にもなる。画像910は、第気法園2年12月21日以上に、藤原より長の内大臣昇格に、官学院学生が参加に訪れた時の指図である。その席は東三条殿の東注文楼に、設けられた。 柱間三軒を使い、畳六枚を二行大座に敷二重膳を用意している。注文廊は、ただの廊下ではない。絵巻などでは、注文廊は、細く見えるが、山縁樹期には、官員の注文廊の張り間が12尺とあり、当時最大級の東三条殿も、同程度のはずで、この宴会場は八条間を三部屋つなげたぐらいの、スペースということになる。 正月代九920、東三条殿正月大表正月大表は、大表館である大臣が開くが、東三条殿の場合、画像920のように、神殿おもやに尊者と苦行、西日差しの間の弁、小納言、劇と文が、西北綿殿で内閣の床の上、下級職員の文夫が、庭の中島で、ここまでが大表館の職員である。大表館でない位。 五位の官人も招かれてはいるが、代理や隠語書に昇殿を許されている、天上人が、北西綿殿であるに対し、地下の初代部は、西中門楼である。任大臣大表大上官である大臣が開く、大表には、正月大表の他に、大臣に任官したその日に行う、任大臣大表があるが、東三条殿の例では、メイン会場が、神殿おもやではなく、 南美佐市であること、四季次第が若干省略されているということはあるが、招かれるものは同じで、文みをまで含まれる。忍大将協540、東三条殿忍大将大表画像540は、同じ東三条殿で、藤原よ長の忍大将協が開かれた時の席の、配置である。この F の大進む、中条、少々特行は、神殿の南美佐市である。 任この絵大将教なので、この F の少々はたとえ語彙であっても、直属の部下で重要なゲストになる。この F の官人でも侍階級の証言、少燥は床には、上がれず通常は庭に席が設けられるが、この日は、雨だったので庭に面した土間の軒木楼である、西通れ殿に畳が敷かれる。この F 官人でない天井人は、西日差し。 しかし、これはまだメイン会場のすぐそばである。それに対して、初代部は、神殿の西広久しも西北渡殿も、北西渡殿も空いているのに、ずっと離れた西中門路である。貴族社会では、異界が同じでも天上人とそうでないものは、扱いが違う。代理はもちろん、石関家の邸宅においても限られたものしか上がれない、内閣の床の上でも身分によって、 どこまで入れるかが決まる。その一番外側が、注文楼である。この二つの大橋の席の位置を比較すると、単にランクの順に場所を割り当てたのではないことがわかる。外角と内角はもちろんだが、注文楼と、西北渡殿の間にも、簡単には超えられない壁がある。注文楼と屋敷の角530、横領市漆、時国の館。注文が省略される場合でも、 注文楼の有無が、屋敷の格式の境目となる。良い例が、藤原定家である。苦行であった定家は五位の家しに、自分の家を建てさせたら、注文楼のない家を建てられてしまい、それが不満で、後から、注文楼代を増築した。画像530は、鎌倉時代末14世紀の作とされる、法年商人絵伝に描かれる、横領子、潤間時国の館である。 ここには、注文のない注文楼がある。そしてそこには武具をまとった老刀が宿直し、神殿には、屏風の向こうに、主人夫婦の寝姿が描かれる。絵巻は、記号の集合であり、この構図は神殿にいるものと、注文楼にいるものの身分的関係を簡潔に、表している。つまりここに、注文楼が描かれているのは、 地方の在地領主ながら王領主で身分の高い武士ということを説明しようとしている。羽淵光一が神殿づくりにおける主人の出口を比較したのは、その時代では最上級の石棺家である。ノマ参りや春すマ参りなど、故障はしても主役になることはない普通の区業は、新築の神殿に初めて入るきには神殿南海を使うかもしれないが、 新築の屋敷に入るなど、一生のうち何度あるかというぐらいで、ほとんど注文牢だったはずである。苦行より、下の初代部だったら、裕福な受領でもない限り、注文牢すらなかったかもしれない。前述の通り、鎌倉時代初期の苦行だった、藤原定家でさえ、晩年の屋敷を五位の家子に建てさせたら、注文牢がなかった。家子の五位も初代部クラスの貴族ではあるが、 彼らにとっては、それが普通の感覚だった。年中行事絵巻に唯一出てくる、下級貴族の屋敷にも、注文牢はなかった。しかし、鎌倉時代後半の絵巻には、貴族社会の簡易感触で和解に属しても、在地領主層として、当時の社会では上位に位置するものの屋敷には、注文牢が描かれる。注文牢は、中級以上の屋敷を表すシンボルである。 神殿の南庭には大きな池があって、中島もあるというのが、家屋雑行のイメージである。東三条殿や、藤原の道長の土御門殿など、イメージ通りの神殿づくりもあるが、一方、中期で、女宝一丁家と呼ばれたほどの上級の四つの屋敷の、うち、すぐに焼けてしまって、実体のわからない一軒を除く三軒には、池はない。十一世紀末の関白、 藤原諸真の大井戸の十二世紀初頭に白川法王がしばしば御所として使った陰近神藤原賢紀の高松殿にも南池はない藤田勝也は南池の企画造営は個々の金の事情によるのではないかという立花の都質長が書いたとされる策定期にはこうある南帝王九時は海印の外の柱より池の渚さに至るまで六十七条。 若大理儀式ならば、八十九条にも及ぶべし、礼拝寺用いあるべきゆえなり。ここで言う、礼拝寺とは古代以来鎌倉時代までの、新獣儀礼のことである。後家次第に記されている、四神殿で行われた、元日世知恵では、四神殿の天皇と皇太子に対して、南帝左右に、神皇、大臣、大納言以下五以上の王や神まで十列以上。 並んで拝礼し、その後共演が始まる。庭というより、地面から、床上の者のへの拝礼である。若大理儀式ならばとは、里大理となる屋敷ならばということである。会員は、神殿南中央の階段を覆う屋根で、会員の外の柱は、画像010で言うと階段下の両側の柱である。屋敷の主が、大臣の場合には先に出てきた。 正月大凶などの最初に、庭での采配がある。庭からの采配を床上で受けるのは、天皇とそれに準じる者だけで、大臣の正月大凶の場合には招いた大臣も、庭に降りて、礼を受けるが、大凶は、その采配に始まり、その後床上での共演、そして最後に、六、つまり引き出物が渡され、受けた者の,のうち、甲の弁、小納言、劇、 主は庭に降りて、床上の大臣に会釈をし、劇、主はそのまま退出。弁、小名言はまた神殿に戻り、共演が続く。南帝はそうした、真珠儀礼の場であり、策定器にある広さはその儀式に必要なスペースを示している。後の書院作りの時代には、真珠儀礼は、床上の広までの石鹸に変わり、策定器にあるような、広さは、不要になって、 草木が建物に近づき、現在イメージされる、日本庭園となる。画像611は屋敷を取り囲む築地べである。律令制では、築地べを築けたのは5以上の貴族に限られる。正門は通常は、屋敷の東西のどちらかに開くが、屋敷が、法一町の場合は、正門の反対側にも、門を開く。南に門があることは少ないが、あることもある。 西に正門を開く屋敷を西礼の家と呼ぶが、その西礼の家であれば、正門側の王子、または皇子に二つ、門を開くことも多い。その場合は、その面の南側が正門であり、それを南門と呼ぶことがある。なお王子に正門を開けるのは、苦行以上である。最も格が高いものは、画像を612の四足門で、四足門とも書く。 解任も悪他によると、苦行の中でも、大臣と新王は、四足門を持てるが、明華一過月経雲閣の金のこと、四足これあるべからず、と、大臣、新王以外には許されていない。胸角は、四足門に次いで格が高い。屋根の形は、四足門と同じで、違うのはそれを支える構造である。胸角は、築地塀が前後左右の揺れを防ぐが、四足門は、 さらに4本の添え柱で支える。次が、画像614の唐門で、苦行クラスでも正門に使うことが多い。当時の唐門は現在は、平唐門に分類され、向かい唐門高くの高い門とみなされるようになったのは、ずっと後の時代である。絵巻では初代部の屋敷の門には、画像615のような門がよく描かれる。上土門という、 築地平に開かれる門で一番格が低いのは画像611に描かれている土門である。620、東三条殿の侍郎指図621、裕福な樹領の屋敷の侍郎。領地に課した様々な剣道品が運び込まれている。画像620は東三条殿の東侍郎の指図である。通常は、 中門楼から直角に伸びる東西胸の袋で、正門と中門楼の間の中庭の北側になる。ただし常に、タイや中門楼などに接続する東西胸とは限らず、藤原頼長の宇治小松殿や、平の清盛の六原泉殿のように独立した南北島の場合もある。侍楼の前には、兵が設けられ、 画像を621のように中が覗かれないようになっているのが通例である。本来は侍所で、それが、牢に割り当てられたから侍牢と呼ぶ。侍所や侍牢といっても、武士の詰め所ではない。侍の意味は、次女の侍と同じで、侍、イコール使えるである。侍牢、侍所は、決し、家人の詰所であると同時に、万所。 つまり、火星機構の事務所でもある。画像621など、絵巻には侍どころに酒や、海産物や、その他が、侍牢に運び込まれるシーンがあり、それが裕福な貴族を表す記号になっている。先の注文牢はいわば玄関であったが、侍牢は、勝手口でもある。三条中山区伝の、客人来臨時にも、大臣大名後逃げ、式辞の次に壊る。 初代部、大臣家者、非華麗人化儀商事上、小注文者比例。現代語に直せば、初代部が大臣家に来るときは、華麗でないものは、侍郎の商事上に入るべきである。注文楼から入るのは、身の程知らずであると、主人と客の身分によって出入り口は細かく、規定されていた。 障子上にキスベシとある場所は、指図の残る東三条殿の画像620では、左下の畳が2枚ずつ向かい合って敷かれている部分で、注文牢側の2軒である。侍牢はケシュラが控える場所であるが、来客が控える場でもあった。戦後、平城系や平安系の発掘が進み、神殿作り以前の意向がいくつか明らかになる。 その発掘成果を重視する一人が藤田勝也であるが、その藤田は1999年の日本建築史で、神殿作りの時代区分を1、準備期、2、成立期、3、変質期、4、境外期と分類する。神殿作りの準備期、あるいは、成立前夜については、屋敷の状態が推測できる、発掘成果があり、京都市埋蔵文火災研究所は、 神殿造成立前夜の貴族邸宅という、リーフレットで以下の発掘成果を紹介している。平安系右京一条三房九丁、山城高校遺跡、右京三条一房六丁、藤原義美邸、平安系右京六条大房五丁、京都リサーチパーク遺跡、右京三条二房十六丁、西宮屋敷跡である。この準備期とは、神殿作りの時代の前期ではなく、 神殿造り以前という意味である。京都市埋蔵文化財研究所は前述のリーフレットの最後、平安系に住む貴族たちが、自らの都市文化を育み、神殿造りという建物と庭園が一体化する、住宅様式を成立させるのは10世紀以降と結んでいる。藤田勝也は2007年の神殿造りと採用屋敷跡で平城京から、 平安京までの遺跡、あるいは文献で状況が、おおよそ判別できるものの比較を行った。その結果、東三条殿のような神殿作りは徐々に、出来上がっていったというよりも、10世紀中頃の藤原、諸助の頃から急に広まった可能性を指摘する。貴族社会の変化その10世紀中頃とは、ちょうど、平安代理が初めて消防した。 村上天皇の天徳四年頃、上島徹の言う、火災の時代、大規模造営の時代の幕開けでもある。それは、朝廷の儀式で見れば、正月の天皇廃画が、文武百官による、長画から天皇側近に限定された、小長画へと変化した時期であり、その代わりのように大臣家で、大上官全員を招く、正月代表が頻繁に開かれた頃である。 社会全体を見れば、不幸の解体、特に初代部以下での給与制の解体と、苦行僧との階級文化から新珠化、四等間による、行政から受領に象徴される公職の受け負い、監視受け負い制への移行など律令国家体制から、王朝国家体制への転換があり、文化面では、国風文化が花開く時期、つまり、社会と貴族の生活が大きく変わり始めた時期である。 藤田克也が成立期とした時期は文献資料があまりなく遺跡も未発掘であり、その実像については藤田自身が言うように必ずしも明らかではない。それにもかかわらず成立期とみなされるのは様々な状況証拠によってである。様々な状況証拠とは以下のような点である。都市の成熟党里大理、上島徹は 平安戦と以来170年もの間火災に無縁だった代理が、天行9年の消防以降、100年足らずの間に10回以上、消防を繰り返すことからこれ以降の時代を、火災の時代と呼ぶが、その背景には、9時の夜儀化と同時に、先を北来た半分への人家密集、すなわち火の元の密集もある。これは都市そのものの変容、成熟である。 960年の最初の代理の消防の時は、五院の霊税院に移ったが、次の天元四年の代理消防では、藤原兼道の堀川殿を仮の皇居とした。これが、里代理の始まりである。藤田勝也は、代理不在、つまり、里代理の時代を一期と二期に分ける。一期は十世紀後半から十一世紀前半で、この間は、代理は被災すると、 直ちに再建に取り掛かられる。2期は11世紀後半からで代理不在が日常化する。例えば960年の最初の代理消防以来1082年まで14回の代理消防があるが、1001年の消防までは2年以内に心臓代理への先行が行われている。ところが、観光2年の代理消防の時は、代理再建は1年強で終わっているにもかかわらず一条。 天皇は、里代理から戻らず、観光5年の後から6月頃に一旦心臓代理に、入ったが、1年も経たぬ翌年4月以前にまた、里代理の一条院に戻っており、代理が再建され次第そちらに戻るという慣例が、崩れる。代理はその権威のために、古来の形を踏襲するが、生活感覚はそれに妥協できないぐらい乖離してきた、現れとも見られる。 里代理の状態が永正3年11月の消防後、代理は再建されたが、密使用のまま、天行6年2月に消防した。1058年の消防後の心臓代理への先行は1071年、実に13年後である。蕎麦天皇はわずか5歳で即位したが、大上会など儀式がある時のみ代理に先行し、上住の御所は、里代理だった。 太田博太郎は9世紀から12世紀までの代理の使用期間をこうまとめる。太田博太郎は代理のように作りなして、うちで来るまでは、おはしまさせんと急がせたマイナリケリという堀川殿を、はじめ、美和殿、火炎など、里代理にするために、代理のように作った例も多く、神殿作りは、里代理が、その発展の一因となったことは否めないという。 比較的詳細な復元図の描ける神殿づくりはそうした平安時代も後期の里代理クラスのものである。橋本義彦もこう書くこうして名目的には代理をご本書としながらも里邸皇居に常住するようになると本秘作皇居の家の造営が望まれ、ひいてはその里代に代理の様態が取り込まれるようになる。 神殿作りの成立期を十世紀中頃からというのは、大田清六の言う、正規神殿作りの前世紀に相当する。ただし大田清六が、正規神殿作りとしてイメージした、左右対称な姿を証明する、同時代資料はない。堀口慈敵が、戦時中に否定した、家屋雑行など、江戸時代に、理想的な絵として関連的に描き出された素描しか、ない。それを、 固定的なイメージで把握することは危険であると、藤田勝也は言う。平安時代の陰性期頃から、鎌倉時代前期を指す。ただし、何からの変質なのかは、成立期の具体的姿が判明していないので、必ずしも明らかではない。むしろその方が、完成像という見方もある。平面図の描ける、 神殿作りの時期この時期は、資料が増え、隠語書や、石棺亭は元より一般区下邸から、平家邸まで多くの事例が指図などにより、復元されている。特に東三条殿は、藤原氏の市長者の本邸として様々な行事が行われ、その指図もたくさん残る。そのため、儀式の様子が把握でき、平面図も復元できた。大田清六による、 復元図で知られる上略四年再建の堀川殿も、この変質期に属する。つまり、具体的に屋敷の構成や建物の規模が平面図に柱単位で復元できるものはすべてこの時期以降のものである。年中行事絵巻などの絵巻も12世紀から、これまで説明してきた出来の詳細が記された、古文書も12世紀のものである。資料上は、 神殿作りの中心となる時期である。ただし東三条殿や堀川殿は11世紀後半に建てられたもので、12世紀に入ると超大規模な神殿作りの建造は、バデ殿や宝珠寺殿など院が建造したものが中心となり、一方で、石棺家など貴族が造営したものは後に代理となった、官員が知られる程度で下火になる。一しかしこの、 変質期に属する陰性期にも、神殿作りの理想型は、左右対称だったとする説もあった。大田博太郎の、女法一丁家である。大田は1972年の、書院作りで、先の堀口素敵の論を好意的に紹介しながら、ただ当時の神殿作りの理想型なり基本型が、かなり広くの人に認められていたとしたらどうだろうという。そしてその、 当時の神殿作りの理想形、基本形が、中期にある、女法一丁家ではないかと。しかし藤原宗忠が、女法一丁家、左右対注文当初を備えなりと何箇所かで、称賛した屋敷は、左右対称ではなかったことを、河本修行が、具体的に検証しており、大田博太郎も後にはそれを認めている。左右対称の理解の変化神殿作りは、 左右非対称との見方が定着するのは二十一世紀に入ってからである。稲垣映座は十一世紀初頭、藤原氏が前世紀を迎えた頃の神殿作りで平面図を復元できるものは一つもないが、標準型は左右対称の配置であったろうとする。しかし、稲垣の言う左右対称の配置は、大田勢六の正規神殿作りとはだいぶ違い、広角。 神殿作りにおける左右対称というのは、東西体の存在のみを言うのでなく、東西にある中門廊スキローが南庭を取り囲むことで、初めて完結するのである。堀川殿では、中門廊は左右対称ではないが、東スキローが西中門廊に相対している。神殿作りには東西に体を完備するという形で、 厳密な左右対称を維持しなければならない理由は、見出しがたく、最も理解しやすい解釈は、そこにモニュメンタルな性格を与えようとしたからでは、ないかとする。公家の邸宅は単なる日常的な居住のほかに、平安中期頃からは、儀式場としての役割を要求されるようになり、神殿を中心とする配置の形式は、代理における。 死神殿を中心とした一角をモデルとして成立したのであろうという推定も儀式を中間校とすることによって一層強い可能性を帯びてくるという。儀式が形を決めたとは言い難いが日常生活にはほとんど不必要と言って良い隙綿ワ殿や注文牢などをなぜ付加したかは儀式の遂行に不可欠ということがあって初めて納得できる。だから、 東三条殿のようにタイの一方を書いたとしても、スキワタ殿に、西の通る殿、東の中門楼が、庭の左右の四角を仕切っていれば、標準形の持っていた糸を貫くことができたのでは、ないか。行事の際に必要な広場としての庭と、一つの限定された空間として、囲うために、中門楼やスキローが左右に伸びる必要があったのでは、ないかとする。なお、 この稲垣映座のまとめは、大田清六、川本茂雄、太大田博太郎、羽淵光一らの論争の後を受けたものであり、藤田勝也もこの説に同調している。この時期について、藤田勝也は次のように述べる。鎌倉時代後半から室町時代中頃まで変質した神殿造りの一角は形外化しつつ存続する。 13世紀末における苦行この絵の屋敷の一角に見る建物の組み立ては、足利将軍の所定まで連綿と継承されている。苦下的重空間としての神殿作りの古実化とも言うべき現象だが、しかしこれはあくまで神殿作りからの視点に基づく。しかしその中世は、また新たな重空間の創出、展開の時代であったとする。この時期の変化には、 上層階級の社会生活の変化と建築工法の変化の両面がある。彷彿とはさせるが、僧帽を改造したものであるので神殿づくり、そのものではない。まず前面の広びさし部分に、日和田ぶきの日差しを追加してはいるが、その奥は瓦吹きであり、都境も三都である。AB 馬道とは長老化の意味もあるが、この場合は、屋根付きの土間の通路である。 長い牢の中間の床を外し、馬が通れるようにすることもあるが、隣り合った別棟の建物の間に日差しを伸ばすなど、して、取り外しのできる橋として、厚板を渡したりする。より長は、儀式は東三条殿を使っており、神殿おも屋は、儀式空間ではなく、本当に、今、寝室と思われる。そのために、北孫ご差しとはならなかった。 東の泉殿は主屋、日差しの構造なのかもしれないが、ここでは、ろうとした。主屋は、通常二軒だが一軒の主屋の両側に日差しという、建物もある。大田正六も、復元図を公表しているが、藤田明治がそれを再検討し、造営当時の姿を、このような形に復元した。日本建築学会編の現在の、日本建築史図集にはこの状態の後、 注文牢台を追加した段階の藤田明治案が掲載されている。神殿と侍所の柱間寸法は十尺だが、後付けの注文牢と自物堂の柱間寸法は短い。ここで言う障子は、縦具、仕切り具のことで、襖す立いたて、屏風などの総称である。AB、晴れと、下の、晴れとは、晴れの場、晴れ着の、晴れ、表だった。 正式の場の意味である。それに対する、毛は、日常の場を表す。例えば、毛衣とは、普段着とか部屋着、寝巻きを指す。神殿作りにおいては、儀式などにも使用する部分、神殿だと母屋と南美差しなどを言い、それに対して北美差しなどを、毛の空間と呼ぶ。主に南北の軸である。一方で、主に東西の軸に用いられる言葉に、 例がある。神殿に対して、正門側のことで、西に正門があれば、西霊の家で、正門が東なら、東霊の家と呼ばれる。床とはこの場合、玄関で靴を脱いで上がるその床である。大田正六は、一般貴族の邸宅までが瓦吹きであったという、実例は未だ一例も確認されていないという。単土塗りとは一番身近には、 神社の鳥居のあの朱色である。より正確には、薬師寺のフクロウや法流寺行動などである。宇治平等院の朱色も現在は、仁土塗りに復元されている。ただし朱塗りも複数あり、当時の朱塗りが、どのようなものであったのかは、必ずしも明らかではない。外国の死者が目にする大極殿、長道院などは朱塗りにした。椅子は、代理では使っている。 現在では椅子に分類されるものは、あぐらと呼び、字は、くれゆか、こゆか。その中に、香うばし、いし、しょうじなどがあり、しょうじは、館長でも用いられた。ただし、政務も含めた、儀式、公の場では、大陸式が格式であったということで、現在の、洋風、和風といったような日常生活すべてに関わる、洋式ではなかった。例えば、 東昇大寺の行動は、平城宮の建物の中で現存する唯一の遺構で、大極殿や、衝堂の南に位置した朝修殿が移築されたものだが、板床が張られた痕跡はない。東朝修殿時代の模型が、平城旧石資料館にある。ただし、川本茂雄は、開放的であることを、日本の特徴とはしない。日本でも江戸時代初期までの仮想住宅は、 閉鎖的であり、そこから、神殿造りの源流を、東風の儀式建築に求める。中世から、江戸初期頃までの間に建てられたと推定され、千面家、と称される。この丘が三軒現存する。箱木家住宅、古池住宅、横大子家住宅であるが、いずれも、閉鎖的な建物である。五軒日和田武田時期あや、一遊在三面美佐氏。 南五軒軒板地富とみ五枚、東二軒軒板地富とみ二枚、北三軒軒板地富とみ三枚この時代の、日和田武器は、現在のものとは、相当に異なるはずと推定されているが、しかし五以上の貴族にのみ許されていた、不機材である。いた時期は、内部に、土間がないことを表しており、この時代には主や、つまり、神殿だけかあるいはそれに準ずる建物にしか、現れない。 この当時の製材法は、だわり製材で、床板は、長さが6メートル前後となると、厚みは10センチメートル程度ある高価なものである。死入場なので、あずまやと、謙遜してはいるが、屋敷の広さは一丁とあり、かなりの上層階級である。本校では、柱間の数を表すときには数に漢字を用いることに、する。奈良時代には、張間が柱4本の3軒もある。 奈良時代の藤原と夜なりの家もそうであるが、柱間寸法は、桁行きよりも張間の方が短い。発掘調査でも平城系には張間三軒の例があり、奈良の僧帽には、願号寺のように張間三軒も現存する。しかし、平安系では張間三軒は個性を守る代理の死神殿が知られるだけである。具体的には水平方向一尺に対して、 垂直方向4寸5分程度が奈良時代、それが江戸時代には6寸前後と急勾配になる。例として、法隆寺星霊院の内外人を仕切る格子戸の細部寸法を見ると、框は見つけ見込みとも3 0ト、mm、ル格子部分は見つけ2 4ト、mm、ル見込み1 8ト、mm、ルである。塗り込めと何度は区別されることもされないこともある。例えば、 頂戴構えを何度構えということもある。現在では何度は物置のような部屋に近い使われ方をされるが、地方によっては今でも寝室を指すことがある。画像060で客座とあるのが一般に言う苦行座に該当する。なお、タイの屋根は神殿と同じような入りもや屋根とイメージされる場合が多いが、 年中行事絵巻には南面の広び差しの屋根は、室宇寺の近藤や宇へ神,神社拝殿、法隆寺の精霊院のようなすがる派風に描かれている。美和殿、堀川殿ともに里大理となった第一級の神殿作りである。美和殿では、その後昭和2年、昭和4年にも、東大大が出てくる。中期には、昭和5年正月26日、高松殿で、 西中門南楼が、陰電状になったとあるので、その時には、中門南楼にも床が張られていたことになる。ただし、玄関の直接の源流には、殿も作りの、色台も絡み単純ではない。例えば、恩情寺の工場院客殿など。当時の社会のランクは、以外も、もちろん重要な要素だか、もう一つ、大臣、苦行、天上人、初代部、侍、ボンゲ、 造人という階層があり、ボンゲ、造人が庶民である。神殿作りの時代においてその階級と位階は、若干ずれている。例えば苦行は、普通3以上と言われるが、それはおおよそであって4にでも、3義の感触にあるものは苦行である。もちろんこれは、絵巻的なデフォルメである。この絵は、法然の母が法然を見ごもるシーンなのだが、実際には、 神殿での神女は北側であって、南を神女にするということはない。そもそも瞳も名称寺も開け放して同金するなど、ありえないのだが、それらを忠実に書いては、物語上の説明にならない。なお、このかやぶき、板ぶきのまるで農家のような小さな神殿は、都の貴族ではなく地方の在地領主の表現である。この後の法年生誕のシーンや、 父と菊に臨終の場面などではずっと広い、神殿というより、後の書院作りの方に近い殿のように描かれている。例えば、藤原の道長の有名な土三角殿である。この部分には時代により意味が変わる二つの言葉が出て、くる。まず式辞、式字、式字だが、平安時代前半には感触についているものを、式字と言った。しかし、平安時代末から、 鎌倉時代の、この区伝の中では、大臣、大名後にしたと、初代部の間に出てくる。その位置に相当するものは、天上人である。次に、彼へで、後には、家来の字を当てるようになるが、平安時代においては、夕食古日などの家庭教師役であり、たとえ初代部であっても教授するもので、従属的身分ではなかった。したがってこの文でも、彼へは、 他の諸大部とは別格になっている。なお、三条中山区伝の三条、中山とは三条実坊と山縁重期の中山忠地下である。ここで言う官員は東三条殿消失後の人間2年12月に、摂政、藤原元房により新造されたもので、翌年の2月に、高倉天皇がここで即位し、そのまま、里代理とした。その後、安徳天皇、 後戸ば天皇、土見門天皇まで代々里代理とし、上限2年に消失した。太田博太郎は1941年に、建築史3から3に発表した、公家住宅の発展と、その衰退を、日本建築史、論集に日本住宅史の研究に収録する際に、付記を追加し、その中で、中期の女法一丁屋の片方が滞在で、厳密には、 左右対称ではないことを認めているが、川本茂雄の言う、むしろその方が、神殿づくりの完成像という言い方には、否定的である。藤田はこの部分について2012年に、日本建築史の第五章において、神殿づくりの古実化と捉え、しかしそれは、神殿づくりからの観点に基づくものと評した。ただし、こうした一定の形式が定着した時期をもって、 神殿作りの境外化としたことには、なお最高の余地があると保留している。論文の場合、著者名の後の年は、論文の書出の年、ページ数は参照した、収録書籍のもの。論文の並びは、著者別書出と市順で、収録書籍の発行年とは異なる場合がある。ありがとうございます。